モーニーポッドキャスト大学の DJ リッキーです。この番組はポッドキャストのことを勉強できるポッドキャスト番組です。ポッドキャスターをサポートする最新のテック情報や機材レビュー、海外情報、ライフハック情報を毎朝アップルポッドキャスト、スタンド FM、Spotify をキーステーションにオンエアしております。今日お届けするトピックはこちら。ポッドキャストをオーディブルに配信する手順3ステップで解説というテーマでお届けさせていただきます。あなたの声があのアマゾンの傘下であるオーディブル、オーディオブックを配信しているオーディブルなんですけれども、このオーディブルにですね配信ができちゃうんですよ。ポッドキャストをマルチ配信するプラスオーディブルまで配信しちゃうということがですねできますので、3ステップで解説していきたいと思います。オーディブルで配信できればですね、オーディブルで検索してですね、まあオーディブルのその聞きたいなと思った方がたまたまあなたのポッドキャストを聞いてくれて、リスナーさんが増えるかもしれません。まあ増えるかもしれないとか増えます。はい。ですので積極的にですねマルチ配信、そしてオーディブルやアマゾンミュージックに配信していきましょう。それでは3つのステップで解説していきます。まず1つ目はこちら、あなたの声を収録しよう。番組がないと始まりませんね。あなたの声が必要です。まずはスマホでもいいので配信の準備をしていきましょう。声を収録して番組を収録して配信していく準備をしていきましょう。ステップ2はこちら、アンカーで RSS を生成する。はい、配信のプラットフォームであるアンカー ANCHOR にアカウントを作ってですね番組を一つ作りましょう。番組を作りましたらですね、この RSS っていうですね、まあ、ポッドキャストを配信する、まあ、URL みたいなものが生成されますので、これを取得しておきます。これがないとね、いろんなところに配信できませんので、ぜひここはですね、チェックしておいていただきたいと思います。で、アンカーで、アカウントを作ったらですね、RSS が生成できるんですけども、その確認するところですね、ちょっとこう、ブログで説明した方がいいと思いますので、リッキーのブログの方にですね、詳しく画像付きで説明しておりますので、よろしければこちらをチェックしていただきたいと思います。アンカーのですね、設定のところからですね、RSS、皆さんの RSS 情報を確認することができますので、これをサクッとコピーしておきましょう。そして、ステップ3はこちら、 Amazon ポッドキャストに登録する。はい、 Amazon ポッドキャスト、 Amazon ミュージックにあなたのこの RSS をですね登録しておきます。で、 Amazon ミュージックのですねリンクを踏んでいただきまして、そしてですねアカウントを作って、そして、配信申請をしていきます。その配信申請をしていきまして、RSS の情報を入力したりとか、ポッドキャスト番組名を入力して、置くだけでですね、Amazon Music、そして、アンカーから、失礼しました、Amazon Music プラス、Audible に配信することができちゃいます。で、このですね、まあ、Amazon Music に配信することで、Amazon のポッドキャストも配信できるし、あとはオーディブルにも配信されちゃうっていうようなね仕組みになっております。なので一度 Amazon Music に登録しておけばもう何もする必要はなく、自動的に Amazon Music とオーディブルですね、配信できちゃうということなんですよ。これね本当にねびっくりしましたね。もうこんなことがあっていいのかなって思うぐらいですね簡単なんですよ。リッキーブログの方にですね3分で終わる Amazon の、ポッドキャスト配信申請方法という記事にまとまっておりますので、詳しく確認したいという方はですねこちらを見ていただければと思います。非常に簡単なので、RSS さえあれば誰でも無料で配信することができちゃいます。 Amazon Music だけじゃなくて Amazon Podcast、 Amazon の Audible にマルチ配信できちゃうんですよね。なのでぜひアンカーのアカウントをお持ちの方はこのですね Amazon Music の配信、マルチ配信の手続きも絶対にしておいた方がリスナーさんが増えますので、やっておいてください。これ終わったらやるんですよ。絶対やってくださいね皆さん。
やってない方本当に損しますから、ぜひ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 漏れなくやっていただきたいと思います。はい。でですね、Amazon のオーディブルのページ開いていただきまして、配信が終わりましたらですね、この右上にタイトル、ナレーター、著作名っていう検索のところがありますので、そこでですね、自分のタイトル、自分の番組名のタイトルとか入れてみてください。はい。漏れなくあなたの番組がオーディブルでも表示されるようになっております。いやー、すごいですね、いい感じにですね表示されるんですよね。うん。ちゃんとサマリーも出るし、エピソード、最新のエピソードも出るし、リスナーの声なんかもですね、出るようになってますね。amazon.co.jp のレビューですね。あと、audible.co.jp のレビュー、カスタマーレビューが表示されるようになっております。ちょっとね、まだね、リッキーの方はね、ポッドキャスト大学はまだレビューがないので、もしよろしければ、レビューをよろしくお願いします。番組の概要欄の方にですね、Amazon の Audible のページを、ポッドキャスト大学の Audible のページをですね、リンクで貼っておきますので、もしよろしければこちらの、レビューですね、簡単にできますので、よろしくお願いします。また、カスタマーレビューということで、星だけのね、星1から1から5のレビューもありますので、こちらもぜひよろしくお願いいたします。今日は、ポッドキャストをオーディブルに配信する手順、3ステップで解説というテーマでご紹介させていただきました。3ステップはとても簡単。あなたの声を収録、アンカーで RSS 生成、Amazon Music に登録。この3つのステップだけ踏めば、Amazon オーディブルに漏れなく、あなたのポッドキャストが配信されてしまいますので、ぜひ必ずこれを、この3つのステップ、この放送聞き終わったらやっといてくださいね。よろしくお願いいたします。今日の合わせて聞きたいは、スタンド FM アプリ新機能とアップデートという過去の音を紹介させていただきます。Amazon のね、オーディブルに配信することもいいんですけれども、スマホだけでできる独立系配信プラットフォームとしてスタンド FM というのがあるんですけれども、これもね、なかなかね、リスナーさん多かったりして結構盛り上がってますね。収益化もしやすくなっているプラットフォームになっております。これの新機能とアップデートについてまとめております。最新のポッドキャスト関連ニュースということで、ちょっとポッドキャストから離れちゃうかもしれないんですけども、Facebook ですね、Meta announces new features and insight for International Women's Day ということで、このインターナショナルウォーマンズデーのカンファレンスが、なんとメタバース空間上でできるようなですね、そんな面白い企画が行われております。この記事のね、YouTube 結構いい感じで、なんかメタバース空間上でもうなんかニュースキャスターみたいな、スタジオみたいなところですね、キャスターの方がいろいろ質問したりとか、なんか発表したりとかして、非常にもう近未来的な感じのですね、動画がまとまっております。よろしければこちらの記事もチェックしてみてください。全部英語の記事になっております。今日のレディオはいかがでしたでしょうか。リッキーのツイッターの毎日ポッドキャスト情報やライフワーク、ガジェットに関する情報を発信しております。番組の感想は専用メールもしくは専用フォームから、新着を見逃さないようにするには無料サブス登録が便利です。あなたの朝時間にポッドキャスト情報が必ず一つ届きますよ。 Thank you very much for tuning in Vicky's Podcast 大学。 This podcast has been brought to you by DJ リッキーがお送りいたしました。 Have and for and full for day、 素敵な一日をお過ごしください。バイバイ。This podcast has been brought to you by DJ Ricky.